遊戯王麻雀遊戯ヒストリーさあ、プロ雀士の方にご自身の年表を書いていただきまして、その生い立ちと生き様を教えていただこうというコーナーです。こんにちは、イピングです。はい、中古田奈良さん、マリナです。よろしくお願いします。お願いします。そして今回年表を書いていただくのは村上純プロです。よろしくお願いします。最高戦ワンリーグ所属、赤坂ドリームズ村上純です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、村上プロ久々にスタジオに来ていただいたんですけども、はい、太りました。ですね、まあ、前回が痩せすぎてたんですね、はい、なるほど、はい、スリムになりまして、まあ、前回より多分15、6キロぐらいは増量してますね。あららら、はい、じゃあ横向いてもらって、横向く、こう、はい、こういうこと、はい、かわいいお腹の。いや、あのマスコットキャラとしては非常に可愛らしい。年を得てどんどんと可愛らしくなっていくと、これ素晴らしいことだと思うんですよ。まあそうです、まあ、とりあえず健康であればね、別にいくら太ってもいいかなと思ってるんですけど、いやでも不健康なんでちょっと考えないとですね、はい、そうですね、はい、そうそう、健康になっていただきたいと思いますが、はい、そんな村上プロにですね、今日は何をしていただきたいかと言いますと、はい、ヒストリー、人生年表を書いていただきたいと思ってあります。はい、はい、やっぱね、村上さんは、まあ、M リーガーとして皆さんご存知かと思いますが、近藤さんとほぼ同期なんですよね。同い年に、はい、プロテスト受けて受かりました。はい、そうですよね。ということは最高位戦の皆さんの中でも結構なもう重鎮ベテランの中にも入っています。そうですね、波乱万丈の人生だというのもいろんなところで皆さん知っているんじゃないかと思いますので、うん、ここはちょっといろんなね、幼少期からのことを書いていただいて、あ、はい、村上さんこういうことがあって今があるのかというのを、はい、皆さんに知っていただきたいということでですね、今日は人生年表、村上さん自身のですね、年表を書いていただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。麻雀遊戯王。じゃあ、まあ、とりあえずね、はい、生誕ですね。生誕、1975年4月4日、はい、これはですね、はい、山田類53世さんと全く一緒ですね。名探偵髭男爵、はい、まあ、4月10日ではね、和田アキ子さんとか、はい、佐田正史さんとか、すごい、堂本剛さん、かなりね、有名な人がいっぱいいるんですけど、ミッツマングローブさんとかもね、あ、結構いらっしゃるんですね。なんかね、同い年こう、すごい、そう、有名な方多くて。髭男爵 の、 あの山田類53世さんとはもう完全に一緒なんですか？あの、もう年も一緒で、体型も一緒というね。なるほど、なるほど。髭もあるし、はい、ああ本当だ、はい、同じじゃないかーい。でこれね、あのもうアンチが増えるの覚悟で書きますけど、はい、あの父さんが弁護士で、はい、母ちゃんが、はい、あの料理研究家なんですよ。わあすごい。イクイモリのお料理バンバンとかのアシスタントやってて、そうなんですね。そうそうそう、中学生ぐらいかな、あのフジテレビ行ってて、あの母ちゃんくっついて、で僕はあのずっとそこの音楽やってたんで、はい、あのリンドバーグのギターの方にピックもらってよ、喜んだりして、わあいいですね。はい、はい、まあこんな感じのところにあの生まれたんですが、はい、まずね、第一の、間違いじゃないけど、多分80年代、5歳ぐらいの時にですね、5歳ぐらいの時に、はい、はい、まずマージャン覚えちゃいましたね。早っ、はい、マジで5歳でマージャン覚える。覚えるって言っても母方の、実家が岐阜にありまして、はい、まあ、岐阜県岐阜市なんですが、はい、おじいちゃんち行くと、まあ、夜っていうか、まあ、夕方ぐらいからかな、はい、やることないんですよ、本当に。おじいちゃんもよく分かんなかった、この孫と遊ぶ、なるほど、どうやって遊べばいいんだろうみたいな感じだったんで、はい、母方のおじいちゃんに、うん、将棋と麻雀、あと囲碁もなんですけど、うん、3つ教わりました。なるほど、なるほど。で村上少年、なぜか囲碁は全く興味が出ず、はい、将棋は結構好きでしたね。だから将棋と麻雀をもうおじいちゃんと一緒にやってたと。なるほど。これがね、大体幼稚園の5歳ぐらいだったと覚えます。はい、これ結構いろんなところで言ってるんで、ここは一応スタートかなと。なるほど、いう感じです。はい、でですね、はい、82年、はい、はい、私立の東邦学園というですね、はい、国立にある学校に入りました。はい、有名なところですね。これはね、はい、あの中高一貫校で、はい、高校のね、はい、東大進学率はめちゃめちゃその当時高くて、はい、その当時は麻布開成の次東邦だったんですよ。うん、結構早稲田とかあの慶応とか蹴って東邦に来る人もいっぱいいたぐらいめちゃめちゃ進学校なんですけど、まあ、私はなんか小学校受験で、はい、なるほど、はい、小学生から入る。お受験って受かったんですか？お受験って言っても、その当時は別に塾とかも一個も行ってないし、はい、まあ、こんなことまたどん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 違うけど、余裕で、はい、あの、受かったらですね。してない。大丈夫です。こんなので炎上しないです。しないですか？もう炎上恐怖症になってますから、ね。しないですよ。本当ですか？弁護士ひらがなで書く人誰が言いますか？確かに。まあ動画で入りまして、はい、まあ、当然ね、あの中学高校とこれあの一貫校なんで、なるほど。普通の、はい、まあ、普通って言いますけど、はい、これね、まあ進学校じゃないですか。はい、で僕小学校入ってて。
まあ、中学から入るとみんな勉強できる、うん、で高校から入るとみんな勉強できるで、はい、まあ、すごい人が入ってるんですけど、うん、僕ねまた自慢ですけど、はい、自慢、小学校は、はい、あの確か通信簿ないんですね。確かあないんですか。で中高が10段階の通信簿がありまして、まあまあそうですね。でもね、あの大学の推薦で、はい、あの入れるやつって評点平均で5段階の評点平均で大体推薦が決まるんですけど、そうですね、うん、僕ねびっくりすると思うんですけど、はい、5段階で 4.7 だったんです。うわー高っ。これ結構すごいんですよ。すごいすごいですよ。だってほぼ5だったと思う、ね、だから5と4で5の方が多いぐらいの成績を取って、ね、ってね、はい、一夜漬けでほとんどやって、なるほど、そうなんですよね、まあ、ただね高1で僕は数学やめたんで、やめたんで、そうそうそう、もう数学はね本当に点でダメです。なるほど。途中からこうクネクネした記号が出てきたら、はい、なんか嫌なんですよ。シグマとかね。なんかそう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 。親が、なんか虚数とか、はい、なんやそれ、うん、なってきちゃったんで、数学やめちゃったんですけど、はい、記憶系の、試験で大体いつもね、まあ満点しか取って、うんうん、このぐらいあったんで、はい、あ、これはね、もうね、受験勉強しなくても、高3の夏ぐらいに推薦出すとね、はい、あの毎年何人かあのいいとこ行けるんで、うんうんうん、まあこれ早稲田いけるでしょうと思って、はい、勉強してなかったんですよね。なるほど、もう 4.7 ぐらいのね、そうそうそう、評価をもらってたら、はい、僕もうこれ以上で、ね、受験勉強する必要ないですもんね。一般で行かなくていいやと思ってて、まあ、夏までいわゆる大学のための勉強してなかったんですが、はいはい、柔道部の主将が 4.3 だったんですけど、はい、その子がね早稲田の、ね、法学部行っちゃったんですよ。簡単に言うと僕ね、あの、はい、この中学3年ぐらいから、はい、結構遅刻が多いし、マージャンやってもバレてたし、なるほど、バンドずっとやってたんですよ中3の終わりから、うん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 、部活入ってなかったし、はい、まあ、どう見てもそこが悪い。あ、なるほど。あそこですね、多分。これは難しいところだ、はい、まあ、成績は良かったんですが。欠席はしてないんですよ。ただ、なんかちょっとね、はい、この頃はね、なんかちょっとぐらい触れても別に良くないみたいな気持ちで、結構ね、はい、本当に30秒とか1分の遅刻よくしてて。30秒、はい、それはもう遅刻と捉えられる。国立駅から歩いて10分以上かかるんですよ、1キロぐらい、はい、で、もう高校生ぐらいの時は、みんなでタクシーかバスで行くようになっちゃって。はい、そうするとね、タクシーでもうなんかやっぱお金浮かしたいから4人その場で待つわけですよ。あ、そうすると、まあ、ちょっと遅刻だけどちょっともったいないから、はやはやはやみたいな感じでタクシー行くようになっちゃったら、はい、遅刻ばっかりで、これがつまずいた点ですかね、私。なるほど。じゃあここで推薦ならずと、ならず でなんかで、ね、上司とか行くよとか行けるよって言われて親に行きたいって言ったんだけど、はい、なんかうちの親父やっぱなんかちょっと硬いんで、うん、まあ、とりあえずあの受験しようと。なるほど。でお父さんも早稲田なんですね。はい、で、まあ、早稲田法学部、まあ、一応弁護士だし、まあそうですよね、まあ、うん、無理でしたね。でも無理、はい、で、まあ、一浪しましたと、はい、で一浪して、まあ、早稲田に受かったんですけど、あ、すごい、法学部に別に小学部に入りました、うん、でも早稲田に入ったことは大したもんですよね。まあなんとかね、うん、でもねやっぱずっと浪人時代は麻雀とバンドばっかやってたんで、麻雀、はい、バンドは相変わらず続けている。そうですね、中学の3年の、はい、これ多分学祭かな、秋の、はい、ここで初めてあのバンドであのなんかみんなの前でやったんですけど、最初の頃はね、あのジギーとか、はい、ボーイとか、あいつは星野とか、ね、その頃のね世代なんで、はい、ちょうどイカスバンド天国が流行ったんですよ、ね、あ、そうだ、イカ天は多分中学ぐらいだったかな、なんかね、その頃だったんですか、だと思いますね。タマとか多分デビューしたのこの辺だと思うんですよね、うんうん、昔そういうねすごい大人気の番組があって、そうそう、夜中にねバンドの番組、はい、ですね、アマチュアバンドがこう50勝ち抜くとなんかデビューできるぞみたいな、バンドブームか、そうそう、結構バンドブームだった気がする、うん、なのでバンド始まって、でもね、もともとね、小学校1年か幼稚園からピアノをやってたんですよ。わ、まあ、やらされてたというか、いろんなことされてますね。そうですね、なんか本当にあの、はい、こうちょっといいとこなんで小4からなんならね、テニスとゴルフの、はい、マジか、超おっちゃんじゃん。そうなんですよね、ピアノ、テニス、はい、ゴルフ、まあ、水泳とお絵描きもやってます。水泳、美術、はい、ギター、マージャンはね、僕からずっと大好きで、はい、まあ、小学校の時にはもう点数計算できたんですよ。なるほど、マセさんだったんで、はい、もう中学とか行ってもね、友達やっても面白くないから、うん、まあ、なんかこの辺からはちょっとね、あんまり言えないですけど、まあいろいろと、はい、はい、一人武者修行しました。武者修行、なるほど、はい、やっぱ学校のお友達とかだとちょっと物足りなかったですね。ちょっと、はい、でまだネットマージャンとかもないし、うん、まあ、お勉強はまあ要領よくとりあえず、まあ、行きましたと。じゃあ行きました、これで、はい、あ、これも最初ねバンドサークルとテニスサークル入りまして、はい、大学2年の、終わりぐらいですかね、はい、ぐらいに、まあ、天気がありまして、お、一個天気は、はい、あ、山崎和夫さんっていうね、はい、その当時近代麻雀で西原さんと組んでずっとあのコラムとか漫画描いてた銀田親方というね、はい、ニックネームなんですけどの方から、うちのジャンスで働かないかって誘っていただいて、へ、はい、それでね、あのバイトで、はい、同期の佐村君と一緒に行ったんですけど、はい、でそこの壁紙にあった最高戦の受験のポスターを見て、はい、
うん、ちょっと腕試ししてみるみたいに2人で喋って、うん、受けたら受かっちゃって、うん、っていうので急には大学3年からプロ活動と、はい、すごい、もう大学3年生にして学生プロでしたね最初は。なるほど、はい、プロレスに入られたのはじゃあ21歳とかそれぐらいですか。そうですね、一応してるから19、20、そうですね、20の終わりで入ったから21からなのかな。すごいですね。で今48なんで、まあ、はい、何年目なんだろう、27年目ですね。はい、すごいですね、ほぼマリチューさんと同い年ぐらいということですね。そういうことなのかもしれません。マリチューさんが生まれた時にはプロ雀士だったっていうことですか。そうなりますね、まあ、ただね今と全然多分違うと思いますけど、皆さんが思ってる麻雀プロね、この当時入った時には最高戦は40何人とかしかいなかった。すごい。僕が受かった時は、その狭き門を通過したってことですよね。やっちゃうんですよ。今700人いるじゃないですか。はい、その当時は本当に分裂したのがあって、はい、ごっそり抜けて、はい、で20人ぐらい受かる年だったんですよ。人増やそうっつって。そういうことか。なるほどなるほど。逆にタイミングが良かったんですね。そうですね。代表の人気さんがちょっと人足りなくなったからもういっぱい取ろうぜみたいになって、うん、最初の年が僕とか誠一さんが入った年です。で今はもう700人ぐらいですからね。考えて20何人、うん、すごい。変わりました、はい、で、高校でプロ入りまして、はい、大学4年のね一応ね夏はね、はい、就活しました。あ、なんかそこプロ活動だけではっていう、いやというかね、なんか親に言ってなかったんですよ。あ、はい、確かに、ね、真面目に大学行ってるふりして、はい、たまに麻雀プロやってたんで。お堅いお父さんですもんね。そうですね、言えなくて、その頃は恥ずかしい、はい、本当に言えないようだったんですよね。急にコーヒーの身を出してくれた。そう、好きだなんて言えなくて、はいはい、一応ね就活親父がいろいろこの顧問弁護士いろいろ企業でやってるから、はい、今日大企業の、はい、ちゃんと行ってこいっつって、はい、いろいろ行ったんですよね、5校ぐらい、はい、でも面接で全部麻雀プロを続けたいんですよねって言って、余裕で落ちました、ね、NG ワード、はい、NG ワード麻雀プロ、 NG ワードはって本当にずっと言っちゃったんで、これで今のところ全部マリチューさんピンときてないと思いますけど、そうそう、はいはい、なんか40オーバーの人たちが見ててみんな分かるはい、はい、クイズ年男さんなんてなんて分かるわけです。分かるわけです、はい、あの頃のヤングチームがいいだ今アダルトなんですから。そうなってますね、全然分かんない、ヤングチームとか言っても分かんないね、はい、はい、まあ、そんな感じで、はい、悔しいわ、悔しいわ、なんかごめん、大学4年の夏に何か言わなきゃなと思って、うんうん、お父さんにちょっとこれこれこういう事情で麻雀プロを続けたいんだと、で一応ね事情としては、はい、3年生でまず C2 リーグだったんですけど、はい、これね C2 リーグまず、ね、優勝してしまったんですよ。うわー、ね、マジか。これでその C1 リーグ、はい、これもね確か3位かな、うん、とにかくね、まあ、この夏ではまだ多分首位争いしてて、はい、要するに結構次 B リーグに B リーグに行けそうだったんですよ。調整かなり良かった、ね、そうそう、ね、出世頭だったんですよ、はい、で B リーグ行ったらもう一歩で A リーグなんですよ、はい、で A リーグ行くと僕その当時憧れてたプロがいっぱい、金子さん、飯田さん、国根さん、まあ、西さんもいたし土井さんもいたし、うん、いっぱいいて就職したらやっぱできないってどの会社も言うから、うん、もうそれは嫌だなと、うん、せっかくこんな順調にリーグ上がっていったらちょっと挑戦させてほしいってことで、はい、麻雀プロ続けたいんでちょっと就職をちょっとしなくてもいいかと、うん、はい、まあ言ってみたところ、はい、怒りまして、まあそうですね、そうですね、まあ、時代が時代ですからね、だから麻雀プロやったことも言ってなかったんで、はい、まあ、ちょっと怒っちゃいまして、はい、まあ、最終的にはでもね、まあ、その時なんだけど山一証券とか倒産しちゃったのかな、今まで大丈夫だと思ってた会社も結構危ないぞっていうちょうど時期だったから、親父も、はい、まあ、確かにこんな時代だから、まあ、何やっても保証はないから、うん、とりあえず好きに一回やってみろと、だけど一人で食えないようだったらそれはもう成功してないの年だからすぐやめろって言われて、うん、はい、でまず一人で暮らせと、援助なしで、はい、もうだからお金にしてあげないから一人で暮らしなさいっていう感じで夏休みに追い出されまして、なるほど、ですぐまあ吉祥寺住んでたんですけど、はい、まあ、吉祥寺内ですぐ近くにめっちゃ安い部屋を見つけて、そこに、秋から、ね、引っ越して大学4年の秋から一人暮らしをしているという感じです。なるほど、はい、幼少期からこの大学を得て、はい、まあ、プロになってっていうところですよね、はい、そうですそうです、立派な親御さんと、まあね、いや、お父さんしっかりされて、その中でね、いろんな英才教育を受けながらも、そうそうそう、でもやっぱり麻雀を続けたいっていう気持ちがあって、うん、っていうところですね。すごいいい方してくれますね。いやいや、これに関したらもう多分全てこの辺でかけた200万っていうかパーになってるからないですないよね、多分ね
お父さん自身のコネも含めて、はい、いろんなね企業の名刺を作ったのに、ねはい、全部台無しにしようってことで台無しですよ。優しい、本当そうですよ。そこででも、はい、ね、やることやんなさいって言ったお父さんは条件付きとはいえ素晴らしいと思いますね、はい、まあそうです、まあ、一応僕の中ではプチ感動されたって言ってるんですけど、まあ、実際そんなことなくて、とにかく一人で暮らせないようだったらやめろっていう親心、はいはい、あえてこう厳しく突き放したってことです、まあ、そうですね、はい、ちょっとここまでをじゃあ前半させていただきましょう。はい、はい、すいません、はい、いや素晴らしかった、ね、あ、いいですかこれ。いや大丈夫大丈夫ですよ、面白かったですよ。そっか、はい、知らないこともたくさんあったと思いますよ。あ、本当ですか、はい、じゃあいいよ、はい、なかなかピアノできるとかね多分知らなかったです。いやもうピアノなんか今絶対無理ですけどね、はい、あのめちゃめちゃ嫌いだったんですよ練習と、あとその週1回ピアノ先生のところに行くのが、はい、もう嫌で嫌で、うんうん、本当にピアノはね多分ほぼ上達せずで、なるほどなるほど、でまあ親父が音楽好きだったからなんか音楽やらしたくて、うん、ギターやりたいっつったらそれでいいよって言って、うん、それもちゃんとヤマハの、ね、ギター教室通ったんですよ。へー、ギターの教室、あ、なるほど、なんか毎回お金かけさせてもらってすいません、ここに来ての謝罪、はい、ありがとうございます、はい、これちょっと前半を見ていただいた上でですね、なるほど村上さんこういう幼少期だったのか公演のだったのかっていうのはちょっと楽しみにしていただきたいと思います、はい、ということで本日は、ね、このタイミングで救急車来ましたけど、ね、村上さん俺、はい、運ばれちゃう健康にいていただきたいということで本日は村上さんありがとうございました、はい、ありがとうございました。さあこの動画が面白かった、あとはですね村上さんってエリートだったんだ、ムカつくから炎上させようと思ったからチャンネル登録そして高評価ね、よろしくお願いいたします。さあということで救急車がマックスに来たところで今日はここまで待ってねー